こんにちは、アルパカです。今回はキャプチャーとプレートについて検証してみますアルパカが所有しているカメラには全てピークデザインのスタンダードプレートをつけています1つ3,000円ぐらいするので結構お金がかかります現在アルパカは昨年 中古で購入した PGY テックのワンモーバックパック 25L をメインのカメラバッグとして使っていますこのバッグにピークデザインのキャプチャー v 3のシルバーをつけて所有カメラをすべて PGY テックのバックパックに取り付けることができるようにしていますただし 取り付け可能幅は7 6センチなので PGY テックのストラップが8センチぐらいなので少し折って取り付けなければならないのですそこは少し気になっていますそんな時 GoPro からミニが発表されると聞きました歩き動画撮影に最適な小型 アクションカムです以前からアクションカメラが欲しいと思っていたのですがなかなかピンとくるカメラがありませんでした GoPro ミニは小さくてカメラ1台で完結するアクションカメラです水平ロック機能にすごい手ぶれ補正はたまりません ZV-10 の歩き動画の撮影では相当に苦労してきましたがこれからは ZV-10 を歩き動画で使わなくて済みますもう歩き動画で悩む必要はありません価格的にも6万円程度ならなんとかアルパカのへそくりで大丈夫です 待ちに待った小型アクションカメラですただしバッテリーの交換ができないのが若干気がかりですがレビューを待たずに購入することにします手元に届いたらすぐにレビューしたいと思っていますそこで欲しくなるのがバックパックに取り付けるキャプチャーです ピークデザインにもアクションカメラ用の POB キットがあるのですがピークデザインのキャプチャーの取り付け幅のサイズと取り付けのめんどくささとカメラが飛び出した感じがするので少し気になっていましたそんな時に PGY テックのバックパックにアクションカメラを取り付けることができる PGY テック ビートルカメラクリップと PGY テックスナップロックプレートがあることを YouTube で知ってすぐに楽天さんの PGY テック日本総代理店で購入しました PGY テック製ならバックパックにもぴったり合うと思いますそこで今回 PGY テック ビートルとスナップロックプレートの開封動画と取り付け方法についてレビューしたいと思いますそれでは開封動画をお楽しみくださいはいそれでは、えー、ただいまから PGY Tech さんの、えー ビートルカメラクリップとスナップロックプレートの開封動画を始めさせていただきます。それではまずビートルカメラクリップの方から始めます。n d カッターです。 これこちらの方はのり付けされてるみたいなのでこちらから開けさせていただきますこちらですねおっと出ました本当カブトムシのような形をしていますこちらの方ケースそしてこれは PGY テックのえー シールのようです。ステッカーのようですね。それからこちらの方が説明書。と、えー、六角レンチが入っています。えー、っと、日本語の説明はありませんね。えー、っと、英語とそれから中国語だと思います。まあ大体わかると思います。 これが現現物ですすね警告がといいうのを書いてますここを開くんだと思うんですがえー、っとちょっと待ってくださいねあまずこの渓谷を外さなきゃいけないみたいですねこれをちょっと外させて あ,あっとちょっとのりが、あっと大丈夫ですね。のりがちょっとついてますね。まああとで取るとして、ここからですね、これを開けて、そしてこれで開いて、ここにバックパックのストラップを通して締めるという形ですね。これがここで、えー、2段階。 なき厚いものとか、えー、それから薄いものとか2段階に調整ができると。で、一番こちらの手前というか、こちらで行くとどうなるのかな。ここにすると厚い。そして一番奥に入れると薄い状態で止めることができるということですね。で、止めていただいて、止めて引っ掛けて、こちらでロックすると。 えとここのロックが 1, 2, 3段階ですねここのロックが段階になってます3段階ですねはい3段階になってます,す,、ねはい、てますちゃんと引っ掛か,かりましたこんな感じですねはいこれがビートルカメラクリップですはいあきました こちらの方ですねこのようなケースの中にこういうふうに入っておりますここの部分がプレートですねあえー、っとプレートちゃんとこのようにスポンジでカバーしてますそれからこの部分が えー、フィンガーの部分ですね。フィンガーの部分。そしてこれもまた同じように、えっ、ー、と、シール、シールですね、ステッカー。で、これは、あここに貼る、なんかあの、ショックを和らげるシールのようです。で、これも、えー、説明書。 あります。えー、説明書の方はえー、っとそうですね。えー、日本語説明はありません。まあだいたいわかると思います。でこれを通す形ですね。それではこれ入れてみます。これを入れて。 そして少しこう回して入ったところでそしてこれで止めるとああ、ちょうど角度,角度的にはこれとちょうど平行というかの状態になるみたいですそれでこれで止めれるとただこれを動かす時はこれを緩めてこれで動かすとそれでいい角度になったときにこれを 止めるという感じです、ね、うんちょっと若干不安な面はないことはないですがまあ、えー、これで、えー、止めれるということですね一応これで開封は終わりましたそれではちょっとこれに、えー、プレートを差し込んでみましょうこちらのスナップ スナップロックですね。スナップロックプレートを差し込んでみます。こちらの方ですね。一番奥にロックがあって、そこにロックがかかるというふうな感じです。そして、ロック解除するときは、これを押すとロックが解除される。これを押してですね。ロックかけるときはそのまま押し込めばロックがかかります。 で解除する時はここのボタンを押して解除すると。でこれを、えー、バックパックのストラップにつけてそれであとはもうここでカチャンカチャンという感じですね、えー。最初に入ってたストラップもほとんど同じ形ですね上下だけですけどでこれで入れてこれで解除するという感じです。まあ簡単な、えー、構造になってます。 それでは、えー、っと、これまで我々私が使ってたのは、こちらのですね、皆さんもうご存知の通り、ピークデザインの、えー、キャプチャー V3 ってやつですね。これも同じような構造なんですが、これはここを押すことによって解除されて、ここには、えー、止め金はなくてこ、こ、ここの部分ですね。ここの部分がロックになってます。さて、この、 えー、ピークデザインに、このキャプチャーが取り付けられるかどうか、ちょっと一応試してみます。一応、互換なんですが、このままでは入りません。それではこのロックを一遍解除して、入れてみます。入りましたね。一応入ります。ただ、ロックはかかってません。 ですから一応まずこれをロックを解除すると入りますけどもロックは全くかかりませんもう一回やってみます一応こちらで入れようとするけど入らないんですがロックを解除すれば入りますしかしロックはかかってないのでこのまま取り出すことができてしまう 激しい運動をもししなければ、これでも、まあ、当然、えー、個人の判断になりますんで、えー、皆様で判断していただいてい,いただくと、まあ、なんか引っかかったような感じはするんですね。ちょっとですね。ちょっとですよ。でも、ちょっと上げるともうすぐ取れる状態なんですけど。ですから、これに、えー カメラ取り付けてここにキャプチャーに入れること自体はできますただロックはかかってないんで外れる可能性も十分ありますからここは自己責任でやっていただければと思います私もここが一番ちょっと試したかったところですねですから一応入ることは入りますロックを解除して普通の状態では ちょっとと入入りりまませんのでロックを解除してやると中に入りますそうするとかろうじてなんかロックがちょっとかかったような状況にはなってます簡単にただ、えー、力を入れてあげると取れるというような感じですねそれでは逆に、えー、これがあのピークデザインのプレートですねこれがこちらの PGY テックさんの プレートに、プレートに、キャプチャーに入るかどうか、やってみます。入ります。こうですね。一応、入って、ロックはかかったような状態になりますが、かかっていません。ちょっと向きを変えてみましょう。今度こちらの向きで。やっぱりかかりません。やっぱりかかりません。やっぱりかかりません。これもですね、 入るのは入って、ガタつきもないようですが、やはり、すぐに外れてしまうということで、まあ、えー、ガーンと動かなければ入れることはできないことはないということですね。ロックは全くかかりません。こちらもロックは全然かからないですね。まあ、当然、こちらの方。 ピークデザインの方にすれば、スッと入って完全にカチンとロックがかかります。もう取れませんね。そして、これを押したら取れるということですね。で、こちらの方、えー p g ア Tech さんの方も、ここですね。入ります。で、やっぱり取れません。ガタつきも、まあ少しガタつきますけども、ほぼ大丈夫です、ね。 そして押せばロックが解除されて取れると。うーん、どうですかね、これは。まあまあ、まあえー、ロックはかからないしろ、一応ですね、ガタつきがない感じでは、えー、入ることができます。こちらの PGY テックさんの方に、PGY、えー、ピークデザインさんの方に PGY テックの方を入れるときも、まあ、若干ロックを外せば、 少しかかったような感じしますけどちょっとやっぱりガタつきがありますねガタつきがだからあとはロックを解除してやればまあ一応外れるということですねちょっとこれはあの一遍試し,試したいなと思ったんですが私の方はこちらの方えー、ピークデザインの方で一応えー、全カメラにですねこちらの方に プレートピークデザインのプレートこれやっぱり3,000円ぐらいするんですがこれ入れてますからこちらでこのようにロックをかけてこれで止めるというこの方法を使ってますまあこれにもし入れたとしても一応は入ります結構片付きなく片付きなく 入れることはできますが、全くロックがかかってないんですぐに外れるということですね。そういう感じです。はい。それでは、えー、っと今回ですね、えー、もし、まあこれちょっと私の、えー、3年前ぐらいに3000円ぐらいで購入いたしました、えー、アペマン、アペマンという、えー、メーカーの。 A66S というアクションカメラをまあこれ全く手ぶれ補正も何も入ってないんですがとにかくいっぺん試しに使っ,買ってみようということで3000円ぐらいで購入した、えー、カメラがあるんですがこれを、えー、ちょっと取り付けて、えー、一応本当にこれが取り付くかどうかを確認してみましょう。じゃあ先ほどの。 えー、これを外してこれ外す時は少し回さないと外れないですねそしてこれを外しますそしてこれをアペマンもう入りますねあちょっとこれやっぱりなかなか規格がなかなか違う場合もあるようですねかなりちょっときついですきついけど一応入,入ってるいで 感じがしますがあんまりいい感じではないですねうーんなかなか難しいですねこれはこれ全然入ってないですねなんか下手したら割れてしまうような感じもするのでちょっと待ってくださいねこちら向きにうわあ、これ厚さがちょっと違いますね 幅がやっぱり少し斜めになってますね。やっぱり全てが合うとは限らないですね。そうなるとやっぱりこれを直接取り付けるのは難しいようなのでえー、っとこちらの方4分の多分4分の3ネジだと思うんですけどもこちらの方にネジをつけてこのネジ この、えー、フィンガーマウントフィンガーですねこれでこちらの方につけるとそういう形になりますねうん今度もしまあ GoPro 何なりを購入した時にこれがあ入りましたでこれで止めるとこれで止まるとわあちょっとこれは厳しいな 意外にもこんなところに落とし穴があるとは思いませんでした。全く動きません。全く動かないですね。びくともしないという状況です。ただまあ、えっ、ー、と、こちらの方に、えー、先ほどの、こうですね、フィンガー、マウントフィンガーをつけて、これを差し込んで、 それで回してはめ込めばこうすれば一応止めることができます。ただ位置が変えられないということで、これはちょっとこれからえもう一度検討してみたいというふうに思います。で、以上でえ開封動画を。 終わらせていただきます。それでは、えー、今度は、えー、実際に PGY テイクのバックパックこれ三十三十リットル三、ね、あ三十五リットル三十五リットルだっすかね、えー、に。えー 実際に、えー、プレートをあーキャプチャーを、えー、取り付けてみましょう、えー、開封動画の録音状態はどうだったでしょうか、えー、と今回ですね、えー、先ほどは ECMW2BT で、えー、録音していたんですが、えー、今回は、えー、ECMW2BT に ECMLV1 ですねラベリアマイクを取り付けて、えー、録音しております。 えー、こちらの方がもしかしたら、えー、音はいいかもしれません。えー、それでは、えー、その状態、この状態で、えー、始めさせていただきます。で、実はこの PGY テックの、えー、このカメラバッグ、えー、ですね。えー、っと、ワンモーバックパック、あ、ワンモーバックパック25リットルですね。ワンモーバックパック25リットル。 はい、えー、っとこれですえっとこれのバックパックに、えー、取り付けるんですが、えー、ここにですね、えー、私の方でですねちょっとつけてるのがあるんですがこれがミステリーランチのですね、えー、ホーリッジャーポケット S というバッグですでこれはですねあのここに PGI テックのバッグは入れるところがあるんですがちょっとかなり硬くてですね ここにあの携帯とかは入れられないし横の側面もですねジッパーなんでこう差し込むような、えー、ポケットがないんで、えー、っと携帯とか財布をですねどうしても入れる場所をちょっとすぐに取り出せる場所がないんですそこでですね、えー、この、えー、ミステリランチのバッグを購入いたしましたでこれだとですねえー、っと iPhoneSE、まあ、なんですけどちっちゃいんですけどちょっと大きいカメラあのー 携帯はちょっとどうか分かりませんが一応 SE はスッとこう入れられるということなので、えー、と私はこれをまあここに取り付けて、まあ、歩く時もですねここだとですね、えー、結構邪魔にならないというところがありまして、えー、ここに取り付けて、えー、いますます、あ、すご,ご参考ににしてていいただけけれればと思いますそれではえ実際に取り付けてみます。 えっと、まず、ええー、こちらですね。p g y t e c h の、このキャプチャーを取り付けてみたいと思います。えー、っと、これは、あ、ここで外れますね。で、大体取り付け位置がですね、えー、っと、ここに本当は、あの、ちょっとこうケースがあるんですけど、これ、あまり使わないので、大体いい取り付け位置がですね、えー、っと、 前回この辺に、えー、大体こういう形でですね、えー、ピークデザインをつけてたんでだいたい同じ位置、えー、まあ大体このぐらいですねこのぐらいのところに、えー、つけたいというふうに思いますちょっとつけてみますやはり結構ギリギリの感じですねまあこれで えー、まずここにかましてああちょっとギリギリですねちょっとこう盛り上げ持ち上げないと難しいかもしれませんうんまあこのぐらいで大丈夫じゃないでしょうかあかなりきちっと入りました、えー、こちらの方は、えー、っと一番薄いタイプの方に、えー、しています一番薄いところ薄い方にしています厚い方ではなくて薄い方ですね で先ほどのまあ私の、えー、おもちゃのような、えー、カメラですけどあらそこそここれをこうしないといけない。 これ,ですね、これがですね、えっ、ー、と結構、ここがちょうどにくっつかないんで、ちょっと曲がる状態なんですね。これうまく、つけられないのかなあ、もうあ、大丈夫大丈夫。下が動きました。<laughs> やっぱり、私はちょっと失敗してました。じゃあこれでですね、こちらカメラ。えっ、ー、と、これで少し、 中の方に入れてそれでこれでこれで締め込むということでまっすぐつくような形ですね。でこれをこれで止めるというふうな感じですね。こういう感じでつけてます。でこれをここに入るということですね。まあ、ちょっとこれが、まあ、向きは 十分いろいろ調整は効きますので、これで、こんな感じですね。これだとですね、結構、ああ、あたあた。あ、すいはい。これだとですね、結構、まあ、前に出る感じですけども、まあ、 あまり目立たずにいけるんではないかなと、まあ、GoPro だともうちょっと大きいと思います、えー、ですけどこれだとまあこのぐらいの大きさであればちょうどもうこのストラップの幅と同じぐらいなんで、えー、いけるんじゃないかなと思いますそれでは、えー、と今度こちらのですねピークデザインの えー、キャプチャー v3 をつけさせていただきます。これはですね。こっちちょっと外さないと多分付かないんですね。このまますっと入りません。ですから、これでまあ、こちらの方にこう入れて。で、こちらも少し緩めて。かなり緩めないとまあ、これまでも入らないですね。もう基本もう外すぐらいな感じですね。じゃないと多分入らないと思います。 で、これはですね、やっぱりちょっと折り込まないあこれはもう外さないとダメですね外しますあこのぐらいだったら大丈夫かなあこのぐらい大丈夫ですねで、こんな感じでですねやっぱり少しこう内側に 折り込む、ちょっと折り込む感じじゃないと入らないですね。ここですね、ちょっと折り込む、もうギリギリにもうありますんで、そしてこれを少し折り込む感じで、まあ、これももうほぼいっぱいいっぱい出した感じじゃないとちょっと入りません。そして こんな感じですねこっちはちょっと折り込まないといけないでしょうねこんな感じですねこれで入りましたこういう感じでちょっと ちょっとこう中にこう入れる感じですね。だから少し膨れる感じです。ただまあ止まるのもうこれこれで止めればですねまず動かないですから。ただちょっとこのストラップに、えー、少しダメージがある感じではあるかと思います。まあ、この辺はもうこの長さがですね7.6だったかな、えー、ぐらいの、えー、一応許容の範囲なので、えー、これでもうしょうがないですね。これ実際多分8セン ぐらい多分あったと思いますはいそれでは、えー、これであとネジで止めますこれネジがですねやっぱり使ってると若干緩む 場合があるんでで、えー、気をつけないといけなないいいとすねたまにこう増し締めっていうんですかね、えー、しないと緩んでる時がありますから、えー PG えー、まあ皆さんはもうご存知だと思いますけども、えー、ピークデザインのこのキャプチャー3使う時は気をつけていただければと思います。まあこれで大体動きません。 まあちょっとこれ、えー、ソニーのセブ 7M2 ですねマ M−2α7M2 つけるとまあこんな感じで取り付けることができます。 これちょっと立たせてみます。わかりますかね。だいたいこんな感じで取り付けられます。こちらが、えー、まあゴープロ、ゴープロですね。でこちらがカメラということで両方ともこんな感じで付けれると。でこれカタっぽでライブ撮影をしてこちらの方で実際に。えー 写体を撮影するとカメラで被写体の写真を撮るとこちらでライブの動画を撮るというふうな使い分けをしていければなというふうに思っています。えー、こんな感じです。えー、だいたい分いいかっていただいたかなと思うんですがこれちょっと外しておきます。まあこの代わりに、えー、キャプチャーをここに。 あ、これ、これはこっちのキャプチャーでした。ピークデザイン。こちらのキャプチャーを入れておきます。これで確実にここに止まって、ロックもかかってるという。で、こちらの方もロックがかかってるんで、これで自由に取り外し、自由に取り外しが効く形ですね。以上で取り付け具合を、の、えー、動画を おやさせていただきたいと思います。ちゃんと、えー、しっかり取り付いています。まあ、若干ピークデザインの方は追い込まないといけないというところですね。こちらはもうほぼ折らな折れてないですね。だいたいちょちょっとこう曲がってますけど、もう完全にしっかり固定している状況です。やはりさすが、やっぱりオリジナルのピークデザイン、オリジナルですから、えー、そういうところは、えー、ちゃんとしてるんじゃないかというふうに思います。 それでは、取、え、り、ー、付け動画を終わらさせていただきます。どうでしたでしょうか。ストラップの左に GoPro m i 右にミラーレスカメラをセットして、撮影現場の状況を GoPro m i で、実際の撮影はミラーレスカメラで行うことができます。 GoPro mini とミラーレスカメラを状況に応じて使い分けて楽しい動画を皆さんにお見せすることができれば幸いです。では次回は GoPro mini が届いてからになります。それまでしばらくお待ちください。この動画のテキスト版はアルパカのホームページに掲載する予定です。ただ、 まだ前回のブログをホームページに載せていないので、もう少しお時間をいただきたいと思います。それでは皆さん、さよなら、さよなら。